動を見ていただきましてありがとうございます。旅する気分の楽しいバオシンです。静岡市旅行第2日目そして最終になりました。今いる僕がいるのは宿泊先のサンパレスホテルさんです。これから朝食をとりまして今日の目的地の方を先に申し上げます。久能さんです。サンプライスホテルのレストランに移動しました。さて今回は私改めて申し上げますと久能さん東照宮になります。久能さんの東照宮には、予算はやはり3000円でチャレンジしてみようかなと思います。久能さん東照宮を回らせていただいて一緒に感じるような旅をしたいなと思いますので一緒に楽しんでいただけたらなと思っていますので最後までお付き合いください。では今回も始めていきましょう。朝ごはんいただきます。サンパレスウェイトってホテルさんの朝食は洋食と和食があるんですけれども今回は和食を選びました。こんな感じになっています。静岡駅に戻ってきました。泊まりがけの宿泊で苦い経験があるので仙台の旅なんですけれどもコインロッカーを使わないでいたら結局のところ大変な目にあったということがありますから今回はちゃんと使っていきたいと思います。ちなみにこのサイズだと800円ですね。これ予想外の出費ですが、まあ、仕方がありません。
乗り場到着しました。久能山駅の時刻表こんな感じになってます。久能山駅の最終は15時まで、大人の往復運賃が1100円、片道600円、特な3000円セット券、ロープウェイの往復運賃、東照宮拝観料、博物館入館料を合わせたものは大人の往復運賃が150円です。行ってみましょう。というわけで無事にこちらの日本平ロープウェイの往復チケットゲットしました。お願いします。はい、入っちゃいます。後ろの石垣が見えますでしょうか。こちら駿府城ですね。静岡市の駿府城といえば徳川家康が晩年に過ごし城として有名なんですけれども、その家康亡くなる直前に遺言としてこんな言葉を残してるんだそうです。もし自分が亡くなったら自分の骨をまずは久能山、そして1年後には日光の東照宮に分骨するように言ったんだそうです。そして彼は何を望んだかと言いますと、自分が死んだ後に関東、その当時は関東地方には8つの国があったんですね。その関東八州というんですけど、その関東八州を守護する神になる、別の言い方すると権現というんですけども、権現になると言ったんだそうです。徳川家康が将軍になり政治の実権を握ったからといっても、まだ江戸時代の始まりの頃はそれほど平和というわけでもありませんでした。まだまだ徳川家に従わない大名も多く、またいつ戦乱の戦いの時代に戻るかもしれない、そんな緊迫した状況が実は三代将軍家光の時代まで続いたんだそうです。そういう意味では彼の遺言は非常に有効だったのかもしれませんね。その別れた魂の一つが久能山東照宮にあります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうだったでしょうか。フルサイズのビデオの方はぜひ僕の YouTube サブチャンネルバオシンフロントビューをお楽しみください。本当にスイスイと到着しましたね。なんとか来ることができました。まあ、ロープウェイだとこんなにスイスイ楽ちんに来ることができるんですが、これがロープウェイが開通するまでの表参道からの1159段ある階段を登った場合はどうなるのか、実際にやってみましたのでぜひご覧ください。ということで久能山東照宮の一の鳥居の前に降りてきました。見えますか、社殿あんなところにあるんですよ。拡大してみますけど、ぎゅーっといってこれでもまだ社殿が見えない。いや、恐ろしいところに建てたなと思うんです。この久能山東照宮の造営の大統領、つまり現代の言葉に訳すと現場監督の最高責任者、中井大和守正清という人だったんですけども、この人がですね本当にすごい方で、我々が今知っている城郭の全ての造営に関わっているこの久能山東照宮、実はたった1年7ヶ月で完成にこぎつけたんだそうで、で彼の中井正清の工法のすごいところは、なんとこの山の麓の方でプレハブ式にあらかじめ建物を作っておいてから、この斜面に沿って柵道といって丸太を並べて上の方から張り上げるという豪快な作り方をして工期短縮を実現したということなんですね。で今でこそこんな風に石が敷き詰められた武骨な感じのイメージがあると思うんですけど、当時は手すりもなければ地面もむき出しということで、本当に登るのが大変というか、もう登るのとさえ嫌だなと思ってしまうようなそんな場所だったんそうです。これからこの1159段の階段を登ってみます。どのぐらいで社務所にたどり着けるのか行ってみたいと思います。じゃあ早速このどの寺社仏閣よりもハードだという久能山
東照宮の1159段の階段、頑張って上がっていきましょう。もうすでに東照宮への道は始まっております。一つ一つね、自分の、苦難が去っていくような、そんな気持ちでやっていきましょう。見てください、隣には徳恩院という家康公ゆかりのお寺があります。いつまでこんな観光気分でいられるでしょうかね。見てください、大変ですよこれ。あ、ただちょっと降りてきて分かったことがあるんですけども、まっすぐまっすぐ行こうとしたら疲れちゃいますね。どちらかというと、こう大きく大きく迂回するような感じで上がっていくと、体力の消耗が少なくて済むんじゃないかなって思いました。見てください、これヘアピンカーブの内側の方が階段がきついんですよ。だとしたら外側外側を攻めて上がっていった方が体力の、あ、もう行き上がってる、あー苦しい。体力の消耗はね、だいぶ抑えられると思うんですよね。どうですかね。ちょっとペースが速かったかもしれないんですけど、ここまで来ました。いやー大変。でもここから先がもっと大変。やっぱりもう一度確認したんですけど、内側の方の傾斜の方がタフです。
元の方だと思うんですけど、ちょっと軽く雑談といいますか談笑させていただきました。いろいろと久能山東照宮の前、久能山東照宮ができる前のお話なんかも聞くことができてよかったですね。ちなみに一の鳥居から歩き始めてざっと10分経過しました。本当は雑談の時間があるので20分経ってるんですけども、まあ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 、まだこんなにありますよ。こんな切り立った断崖の上によく東照宮を造営できたものだなと、本当に昔の人の知恵というか感動ですよね。ただただ驚くばかりです。さあさらに階段を上がっていきましょう。見てくださいこれ、階段がもうなんか邪魔をしてるみたいな、そんな感じですよね。ちなみに久能山の東照宮を普通の一般の人が通ることができるようになったのはごくごく最近、まあ最近といっても100年ちょっと前までの話です。350回目の命日を記念してといいますか、この命日が過ぎた頃合いから久能山東照宮は一般の参拝が可能になったと言われています。見てください、一の鳥居が全く見えません。たった30分でこんなにも厳しい荒行のような階段が続いています。ただ荒行の後にはねこういう自然の絶景も見ることができたりして、これはこれで楽しいですよ。ちなみに眼下麓といいますか下の方にあるたくさんのビニールハウス、これはイチゴのビニールハウスなんだそうです。すごいですね、いっぱい並んでる。しれっと言いましたけど本当に大変です。やっとですね、やっと一の門に到着しました。大変だった。こちらが一の門です。補足しますと江戸時代創建された当時は武士でさえ簡単には上がることができなかったという非常に険しい場所だったということだそうです